まだそんな溜まってないですよね。オッケーグ。オッケーっす。何かなのかなって思うんだけどね。ああ。魚釣ったのも外側にある島じゃないですか。はい。こういうものに期待してんだけど、ね、こういう。はい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 。さっきバイタカこれだから、ね。うん。千本食いの沖の食いとか。うん、とはいえこんだけ岸際タイトに入れてりゃ。もうちょいチャンスもら午後もらえてもいいような気はするんですけどね。そこまで缶ずれしてるとは思えないんだけどな、やってることは。よっしゃ、よっしゃ、やってくれ。ちょっと待ってくださいね。でかい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 。どこ。あ、ゆっくりだよ。上がってくれよ、頼むよ。次行きます。よっしゃー、50分きたー。5周あるんじゃないですか、これは。ないんだよ、これ。ないんだよ。これないよ。ありますって。4級だって。4級だ。48だ。48ないんで。今年はないね。いやでもこれはイエース、キャノンフィッシュ、うん、一応ですね、ウルトラバイブスピードクロー。ウルトラバイブスピードクロー、はあ、48、すごい、おめでとうございます。2キロあるね。はい、カンナ、カンナ、橋本カンナ、ごめんね、原ちゃん。ありがとうございます。いやー、しー、来ましたね、こんな水のたまる状況で。タックルは、うん、いつものオーラインの8ポンド、はい、ですね。で、ヘビ弾7グラムで、具がちょっと違う、ね。ウルトラバイブスピードクローのグリパンブルフレック。はい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 。潜んでたんすね。うん、昨日あのオールスターの青木大輔さんの、はい、あれを見たんで、これかなと思って。サイズ感がちょうどいいかな。おめでとうございます。はい、どうも。いいっす。